医療費というのがどん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 増えていってますよねと。いろんなところでやっぱり病気になられる方が多くなってきてる。で、生活習慣病というようなところ、まあ、そんなところを未然にもっと防ぐことができないのか、まあ、そうすることによって企業にとっては医療費の削減にもなりますし、でかつやっぱり健康で働ける人作りになります。社員食堂でもうだいぶ考えてくれてますけども、野菜をどれぐらい取ったらいいのか、塩分は控えめて どれぐらいやったらいいのかというのはやっぱり私自身も分かりにくいというのもありますし、まあ、そんなところをもっと簡単にできるものはないかなというようなところで、オフィスワーカーの食生活を改善するようななんかものができないかな。大事なところが、まあ、塩分量の方が 1g に設定していって、野菜が1食分、まあ、1日の野菜が360から 400g ぐらいの摂取量から塩分の方が 6g なんですよね。簡単に社員食堂でもできるの、取れるよと。名前がみんながハッピーに明日がハッピーことでハピアスというようなネーミングにしまして、まあ、オフィスワーカーであったりとか企業であったりとか、まあ、それを支えに作ってる障害者であったりとか、まあ、私どもの野菜の生産者、今日の分が18枚で、うん、明日の分が17枚です。あ、じゃあ明日休み？そうです。あ、そっか。じゃあ専用でやってるので翌日の休みなら翌日ということになるんですね。知的障害が7人と精神が1名ということで、2、3ヶ月後創業後遅くなった人もいますけど、もう創業来やめることなく、スタートした昭和15年の小池業務、ちっちゃいの町工場でスタートしましたんで、繁忙期という一個の仕事しかしない。まあ、その時は人手がいっぱいいた。かつ、やかましい。ガチャ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 。こうまあ、そんなところで、まあ、集中して仕事がやっていただけるのは、聴覚障害の方の方がやっていただけるんじゃないかな、というふうなところで、私どもの創業者、の方がですね、障害者だから、まあ、その人が持っている能力ですよね、耳が聞こえなくても集中してできるというようなことを持っている能力、まあ、そんなところを生かしてやっていただける方がいいんじゃないかということで、積極的にそこで工場で働いて、やったのがスタートで、一つは今イオンの方で、身体障害者の方が就労率の方がでも知的障害とか精神障害とか就労率がある、まあ、そんな方でもなんか仕事ができるような場が提供できないとか、まあ、知的障害の方が、まあ、救命のことをきちっとした形で正確にされるというふうな能力になっておりますので、まあ、非常にいいんじゃないかと。それとあと緑というような空気がきれいで、どうぞクリーンな安心安全な衛生面でも綺麗ですよね。かつ水耕栽培ですから立ち仕事というようなところで、収益が取れるということでスタートしてます。当然で夏場も冬場も安定してこんだけの量が確保できるというようなもので、シミュレーションで新定時収益もこれで解消していけるだろうとやったんですが、大間違い実際やってみたら4カ所ではないやろと来たらね、大変ですわ、いろいろと。もうまず仕事がもういろんな病気とか虫とか出ますよ。だから普通に作業しててもそういうのは自然と入ってきますから、もう半年収穫できなかったありますよ、2回ほどあります。
古くなってきたらトラブりますよね。だ夜中に水漏れしたとか言って夜中に走ってきたり、そういうのが大変でしたもん。ずっと回りっぱなしですからね。普通の工場やったら夜は止まってますから別に何の心配もないんですけど、ここはもう24時間回りっぱなしで1年間休みなしですから。だからね、同じことを何回言うても元に戻ります。そこらが最初の頃ほんの苦労しました。蛇口一つ、水道の蛇口一つ右左分からないです。だから締め取りでくるよって分かりましたって言うから全開しそう漏れたままですよ。教えてその子が覚えてない、知らんいうことは教え方が悪いんやね。そや、それを聞いてまあそうやろうなとは思うんですけど、最初はどう教えてんのよく分からない。だから僕らにしたら簡単な、これがこっちやちょっと右から左やという簡単なことでもどう説明していいの。で抽象的なことは絶対ダメですね。これぐらいや、これぐらいでええからやっといてくれ、ええからそのこれぐらいがわからない。もうほんまのきっちりこれを、なんぼにしてこっち向いてというふうなきちっとした回答をしたらんと、まあ、未だに苦労してますけど、けどここまで成長したなとは思います。だからもうやっぱり指導する、まあ、スタッフ管理者のことを信頼しているので、もう今日はここまでやっていかなあかんって言ったらもうそれをきちっと守る。非常に私はラッキーやったと思ってます。他のトマトとかじゃなくてですね、サラダほうれん草だったというのが、まあなぜかと言いますと差別化できてるというですね、もの土植えのほうれん草とは明らかに違う。そういったお客さんにとっての良さが非常にある。栄養価は一緒だから、で子供でも食べやすい。試食販売したらほうれん草嫌いやけどこれやったら子供でも食べれるわとかで、8割の方がまだまだ知られていない。何ですかって、え生で食べれるんですかとかです、ね、おかげさまやってみますか、まあ、商品は結構他社と差別化できるような、まあ、そんな商品ですので、まあ、営業面では本当に売りやすいというか、逆に売りすぎちゃうとこちらが逆に苦労するというかものがありませんということで、なのでそういう意味ではやっぱり拡大というのはあまり苦労しないんですけど、拡大しすぎるともう逆に本当に文房具で、まあ、量販系の営業もやってたし、マーケティングも開発もやってたりとか、まあ、そこら辺の文房具でやってたらやっぱりノウハウいいですかね、というところで、例えばこんなこんなとこが悪かったいうようなところ全部データで蓄積してるんですよ、まあ、そんなところをやっぱり生かしていってやっていく、試食販売にこうしましょうとか、ああしましょうとか、PR はこうなんですよということを、本当に売っていただける方にいかに PR していくのか、それからお客さんの生の声をこんな声でしたということで、売っておられるところにレポート提出してるんですね。ハートランドも掲示しておりますので、こう経理収支が良くなるというのが、一番なんか問題だと思って。でやっぱり春先に何トンかこうコンテナのごと廃棄するほうれん草っていうのがやっぱり出てくる。でこれをまあどっかで長期保存できるような何か加工食品を検討したいっていうような開発できないかっていう話と、費用についてどうするかっていうのを、まあ、同時にこう考えながら農林水産省に入れまして、なんかこういうことをしたいけどどっかこうお金が出るような補助金事業はないかって電話して、で最後にこの6時間のこれが一番合ってるんじゃないかということで、6時間の総合化事業計画の提出っていうのを進められた。いろんな農家と連携できないかなというようなところで、障害者雇用で水耕栽培がやっていけそうなところをやろうと思っているところと、まあ、連携をしていこうというようなところで、
まあ、一社福祉のところなんですけれども、水耕栽培で障害者雇用をしていた農業をしていきたいんだけれどもという相談がありまして、売っていくのは私どもの方が協力していこう、行きましょうかというようなところで、向こうの方では作るところを一切皆さんノウハウを言いまして、こういうのハートランド、栽培品質基準というのを設けましてですね、まあ、これも文房具のノウハウかもしれないですけども、まあ、国営の商品を作るときには品質基準というのを設けます。で、この大きさでないとダメだ、不良はこれだとかですね、作り方はこうだとかいうようなところで、作るところに対しての品質基準を全部設けるんですよね。まあ、そんなところで作業にあたってはこうしていった収穫はこういうふうな収穫方法をしていく、重さについてのやり方、無駄に捨ててる部分もあったりとかしてまして、野菜というのはいつやっぱりコントロールできないですよね。廃棄じゃなくてもう少し何らかの形で有効に活用できないかなというようなところと、国協グループとのやっぱ連携が何かそこでも接点ができないかなというようなところで、まあ、今回の6時化でスープというようなところを、まずは社員食堂の方で使っていって、でそこら辺のものが、まあ、今後はですね、まあ、他の特例子会社であるとか、まあ、他の社員食堂でもそんな形でやっていただければいいかなと思ってるんですけど、それには公共グループで、社員の方が習慣病にならないような、まあ、ものを各職員もやってますけども、それがまだまだこれから壁があると思いますけど、なんとか今年には実現していって、社員の方で食べていただけるような仕組みになっていければいいかなと思ってます。まあ、なんとかこのメンバーでもって、いろんなメンバーでもってこうやって立ち上げてますので、壁をちょっとずつですけど乗り越えて、成功に導きたいと思います。来年にはうまくいったよという形で皆さんの方にお伝えしたいなと思います。あれなんかだいぶ成長しました。これ明日ぐらいかな。これ明日です。明日、はい。